では寺山選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから、質問です。現在の心境はいかがでしょうか？現在の心境、まあでも初めてのライジンで大舞台なんで、その楽しみっていうかワクワクがあります。はい。減量やコンディションは順調でしょうか？まあ順調ですね。はい。今回ライジン初参戦ということですが、はい、周りから反響などはありましたか？まあでもそうですね、このチャンス掴めば次が見えてくる、まあ、会長とか天心とかには言われたり、まあ、まあ周りの人たちもまあ、おめでとうっていうか大舞台頑張ってねって感じですね。はい。今回初めて寺山選手を見るライジンファンというのも多いと思うんですけれども、ご自身のどんなところをファンに見せたいと思いますか？まあでもどんな、まあでも初めてなんで、まあでもインパクト、まあ、残る試合したいなって思いますね。対戦相手の印象を教えていただけますか？そうですね、体力とか、まあ、でもパワーがある選手だなって感じです。そんな、選手とどんな試合展開になると予想していますか？まあ、でも自分がそうです、普通に KO をするっていうか倒す感じでなると思うんですけど、はい。はい、ありがとうございます。お知らせからは以上になります。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。こちらズームでマスコミとつながっております。はい、それでは本格、熊久保さんお願いします。はい、本格という熊久保さんお願いします。あのライジングということで特別にこう試合の内容とかで意識するとありますか？そうですね、でもまあでも普段、まあ普段も同じことは思ってるんですけど、普段以上にまあ倒しに行くじゃないですけど、そういう姿勢っていうんですかね、を出しに見せたいなと思います。はい。あの対戦相手に関しては、はい、まあ、ここ最近あの寺山選手の強豪との試合というときですけど、その辺と比べてレベル的にどういうふうに捉えてますか？自分はそうですね、やる相手誰も弱いとは思ってなくて、自分より格上だと思って試合挑んでるので、別に普通っていうか普通の試合とそんな変わんないですよね。はい。天心選手が、はい、今年の大晦日に今ライジンラストマッチという形になるんですけども、まあ、それで、まあ、その天心選手が変わる、はい、あの打撃のスタートに臨まれるところなんですが、それにこう自分がなってやるっていう気持ちありますか？いや、まあありますね、それは。はい。そのためには何が必要と思いますか？いや、まあでも見せるじゃないですけど、まあでも倒してインパクトが残る試合をしたいなする感じですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、次はフジテレビ鈴木アナお願いします。はい、当日実況担当します。フジテレビ鈴木と申します。よろしくお願いします。お願いします。あのご自身の持ち味というか、その武器というのはどういう技になりますか？武器。まあでも普通、まあ、シンプルにワンツー、まあ、パンチでワンツーですかね。はい。あの当日は那須川天心選手はセコンドには、ああ、つきます、つきます。はい。あの具体的にあの普段練習でどのくらいの頻度で那須川選手に教わったりすることがあるんですか？まあでも週、まあ練習がある日とか、まあ一緒に練習することがあればそういうアドバイスとかもらったりとか聞いたりなど、いろいろ技術面ですかね、教えてもらってますね。結構頻度は高いんですか？まあほぼほぼ天心が自分に技術を教えてくれてるので、まあそうですね、頻度っていうか、まあ自分のトレーナーっていうんですかね、トレーナーではないですけど、まあでも教えて
すべて教えてもらってますね。なるほど、はい、あの今回 その倒すっていう話先ほど出ましたけれども、うんうん、やっぱりあの KO を狙っているという形でよろしいですか。はい、そうですね、はい、あのご自身どういう選手になっていきたいというのはありますか、これから。うん、まあでも、うん、自分どういう選手、うん、どんな存在にこれからキックボクシングになっていきたい。まあでもキックではまあ天心以上にはなりたいですよね、はい、うん、ちなみに対戦した相手と言いますけど、対戦した相手は別にいなくて、まあでも組まれれば全員やるんでって感じですね。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。追加のご質問大丈夫でしょうか。それでは寺山選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございます。ヨギボープレゼンツライジン32レイナ VS 山本美優、女子格闘技界のスター世紀の再戦、格闘メジャーステージが11月20日ついに沖縄初上陸。